続いて車両部隊が行進します。車両部隊の戦争は第2降車突破軍第334降車中隊です。指揮官は中隊長平野茂一等陸尉です。第334降車中隊は丸三式中距離地対空誘導弾通称中サムを装備し、敵航空機ミサイルに対する対空戦闘を行う部隊です。行進する車両はミサイル発射装置です。次に行進してまいりましたのは降車教育直接支援中隊です。指揮官は中隊長関根秀幸一等陸尉です。降車教育直接支援中隊は降車学校及び降車共同体が保有する機材車両等の整備支援等を行う部隊です。行進する車両は野整備機材、野整備機材3号、野整備機材4号です。次に更新してまいりましたのは第301降車直接支援中隊第4直接支援小隊です。指揮官は小隊長斉藤和彦一等陸尉です。第4直接支援小隊は第334降車中隊が保有する機材車両等の整備支援を行う部隊です。更新する車両は整備機材等を積載した大型車両です。次に更新してまいりましたのは降車共同隊です。指揮官は降車共同隊長平剛一等陸佐です。降車共同隊は降車学校の学生教育及び調査研究などを支援する部隊です。次に更新してまいりましたのは本部管理中隊です。指揮官は中隊長金井守一等陸尉です。本部管理中隊は共同隊における対空戦闘の指揮統制対空情報活動管理支援等を行う部隊です。更新する車両は搬送通信装置低空レーダー対空レーダー追尾車水トレーダーです。次に更新してまいりましたのは第1降車中隊です。指揮官は中隊長増田剛一等陸尉です。第1降車中隊は短距離地対空誘導弾通称ターサムを装備し、短距離低空域における対空戦闘を行う部隊です。更新する車両は射撃統制装置とミサイル発射機です。次に更新してまいりましたのは第2降車中隊です。指揮官は中隊長井上健一等陸尉です。第2降車中隊は旧三式近距離地対空誘導弾通称近サムを装備し、近距離低空域における対空戦闘を行う部隊です。更新する車両は近サムです。次に更新してまいりましたのは第4降車中隊です。指揮官は中隊長宮野隆一等陸尉です。第4降車中隊は丸三式中距離地対空誘導弾改善型通称中サム海を装備し、敵航空機ミサイルに対する対空戦闘を行う部隊です。更新する車両は射撃統制装置射撃用レーダーミサイル発射装置です。次に更新してまいりましたのは第310降車中隊です。指揮官は中隊長藤久保博樹担当指揮官です。第310降車中隊は改良ホーク改善3型を装備し、敵航空機に対する対空戦闘を行う部隊です。更新する車両は CW 加速レーダーハイパワーイルミネーターレーダー改良ホーク発射機ミサイルトレーダーです。
次に更新してまいりますのは第3校舎中隊です。指揮官は中隊長遠藤勤、担当力下です。乗車する車両は7番式走行車です。第3校舎中隊は87式自動降車機関砲、通称 87AW を装備し、戦車部隊に同行して近距離の敵航空機、ヘリコプター、無人機に対して対空戦闘を行う部隊です。以上で関越更新を終了します。